はい、こんにちは。さあ、村町時代ラストを飾るのが文化。で、この後は安土桃山時代っていう形で織田信長、豊臣秀吉っていう形でね、で、織田信長のところで室町幕府滅びるっていうお話につながっていくんですよ。じゃあ、いつものように年号スタートでいきましょう。はい、室町。いい耳や、囲碁涙。室町文化っていう形ででっかくくくってもいいんだけど、まあ一応室町文化アンダーライン引っ張っておくね。二つにね、大きく分かれるんですよ。はい、じゃあこの室町の文化は、公家、まあ要は貴族だな。武家、要は武士だ。はい、このね、公家と武士が融合。鎌倉の文化ってのは武士が中心で力強かった。はい、ただ室町はね、融合されて簡素で深みのある文化なんだって。ね、なんかシンプルなんだけど、おーっていう感じの文化。これが室町の文化だ。でだ、大きく2つに分かれるぞっていうのが、前にやったね、六音寺っていうよ。六音寺の金閣を作った人、三代目の足利義満。やったこと覚えてる？南北朝統一、日民貿易、金閣ね。それとあとはなんだっけ、李氏朝鮮がこの頃できたよね。でさらに、あ、なんだっけ、琉球王国とかともつながりあったよな。はい、で、蝦夷地とかもなんか出てきたね、そんなワードが。はい、この時、ね、つまり、義満の頃の室町の文化のことをね、北山文化って言います。はい、京都の北の方、ね、そっちの方を中心に栄えた文化、北山文化。はい、そして今度は、これ、自称寺って言います。自称寺。自称寺。今度は、ここにある建物が銀閣。これ作った人が応仁の乱の時の、そう、八代目、足利義政。いや、俺ね、前にもまあちょいちょい話してんだけど、中学校の修学旅行でね、金閣も銀閣も行ってないんだよ。ちょ、話す前にちょっとここだけやらして。なんか今さ、ふっと視界に入った時に、あれ埋まってねえなと思って。はい、足利義政の時が、これがね、京都の東側にあって、東山っていう。東山文化。今、クイッて手が上がっちゃったけど。いや、行ってないんだよ、これ。だから、やっぱね、行くべきだと思って、まあ、20歳の時は行って、20歳の時はほら、なんかまだ全然さ、なんかほら、お寺とかそういうの全然どうでもいいや、みたいな感じだったけどさ、30代ぐらいの時にね、ふとやっぱね、行かないとダメだなと思って、行った。やっぱね、金は前にも話したけど、うおー、すげえ金だ。で、銀閣は別に銀じゃないからね。なんかね、ちょっとなんかやっぱね、味があるっていうか、あー、なんかいいね。っていうさ、友達と行ったんだけど、3人で。なんかいいよね、銀閣、みたいな。なんか味があっていいよね、みたいな感じの話はした記憶がある。ね。はい。っていうので、金閣。絶対行ったらいい。一回ぐらいは。じゃあ、そして次。はい。いよいよ皆さん大好きな。でも、覚えなきゃいけないシリーズだ。はい。まず、襖、畳、床の間。襖って知ってる？あの、ピーって開けるやつ。で、畳を知ってるわ。畳？あ、でもわかんないな、今の家。畳ないとかあるかもしれないね。でも、おじいちゃんおばあちゃんのところ行けば畳あるんじゃないの？床の間って知ってる？ちょっと一段高くなってる。和風建築。和風で今大体洋風になっちゃってるけど、和風建築のもと。和風建築線引っ張っておくか。これを、こうやって言います。書院作りって言います。ね、だから今の和風建築のもとった書院作り。ね、銀閣がもうこの代表だ。はい、それと、前にも俺話した。龍安寺って、これ龍じゃないよ。龍安寺って言うよ。金閣からね、歩いて行ける。俺行った。枯山水って言って、なんか、水が流れてるような庭園だよ。それ枯山水っていうのよ。
で、そこに石がいくつか置いてある。何個だったっけな、忘れちったよ。何個か置いてあるのよ。で、どっから見ても一個見えねえぞっていう設定なの。数えたよ。なんか見えなかったような見えるような、見えねえんだろうけどね、なんか隠れて見えねえんだよ。だから完璧じゃねえぞ人間はっていうことよ。なんか一個いないっていう。あんま俺も詳しくはよくわかんないんだけど、全部見えねえ、どっから見ても。俺もね、待ってないとかやってみたよ。で、なんか思ったより庭ちっちゃいなっていう印象がすごい第一印象で、まあでもいっぱい人いたわね、当時ね。はい、で、まあこんなのもそうだ。それとあとは墨で自然を描くんだって。墨一色でだから黒いんだよ。はい、これをね、こうやって言う水墨画で、この水墨画で有名な人が雪舟っていう人。次、4番目。はい、4番目は能。いや、なんかお面かぶって踊るやつあるじゃん、能だよ。田楽っていう、まあ田植えの時に踊ってた、それを元にして能っていうのができてくるんだけど、これを広めた親子、観阿弥って言います。で、それと世阿弥、観阿弥、世阿弥、この親子で能をしっかり体制させていくと。で、広めていく。見に行ったことね、ない、能とか。ちょっとね、一回ぐらいは行ってみたいなっていうのはあるんだけど、ちょっとなんかまだ踏み込む勇気がないな。能とかさ、歌舞伎とかさ、オペラとかさ、なんか一回は見たいんだよね、ちゃんとしっかり。落語とか、なんかまあ伝統芸能ってやつだな。見る機会はあるんだけどさ、ほら電車で東京とか行けばまああるってやってるからね。いやでもね、いやまだちょっとそこまでがなんかないなね。はい、じゃあ次、能の合間に演じる笑い話。だからまあ能の途中に入る、まあ笑いの一瞬の笑い芸みたいな感じだな。はい、これをね、こうやって言います。狂言、どんどんいくぞ。はい、次、数人で和歌の上の句と下の句を交互に読むね。五七五、七七ね。はい、じゃあ順番で読むね。なんかこれがめちゃめちゃ面白い遊びだったなって。何が面白いのか今じゃよくわかんないけどさ。当時はなんか、当時はだってゲームなんかねえから、スマホもねえしね、 YouTube もねえし。いや、そう考えるとすごいよな。だってお前ら今スマホなくなったら暇じゃねえ。何していいかわかんないとかない、もしかして。どうして遊ぼうとか、ゲームがなくなっちゃったら一日中さ、勉強しなくていいぞって言ったら何するの。いやいや、部活も一切ないよ、何もない。ちょっとよく考えろ。ゲームない、スマホも無理ってなったら、一日部活なかったら何する。もう勉強しなくていいぞっていう。まさか勉強すんじゃねえの、暇すぎて。はい、じゃあね、そして次、はい、これがなんていうのって言ったら、これね、こうやって言います。これちょっと濁るよ、レンガガだよ、ガレンガって言います。いやでもほんとそうだよね、スマホとかさ、ゲームなかったら何する。いや俺はね、最近ちょっと本読むのにハマってて、少しだから、まあ本を読む時間があればいいなっていうのはちょっとあるんだけど、まあどんな本読んでるのか教えないけどね。何する、本当に。いやでも昔はなかったんだぞ、俺中学の時はスマホなかったからな。あ、でもゲームあった、ファミコンってやつ知ってる。合コンじゃねえぞ、ファミコン。あのテレビゲーム、あのテレビにくっつけてこうやって普通にやるやつよ。だから部屋でなんかできねえよ、一家に一台だからテレビなんて。部屋なんかテレビないよね。だからずっとやりっぱなし、やってんとさ、いい加減に切りられるわけ。お父さんとかお母さんに。はい、じゃあ次、これ、縁入りの物語、一銭法師が浦島太郎とか。ね、知ってるでしょ、聞いたことあるでしょ。はい、これを、おとぎ草子って言います。ラスト、はい、ラスト。
スとは裕福な商工業者、まあぶっちゃけ言うよ金持ち連中だ。これをね町衆または町衆どっちでもいいね、町衆または町衆っていう言い方ね、こんなようなワードが室町の文化のところで出てくるので頑張れと、というようなお話でした。さあ終わった。次回はなんと織田信長登場ということなので頑張ってください。問題を解く忘れちゃうんだよ。はい、ということでじゃあしっかり問題解きましょう。はい、じゃあ終わりです。さよなら。